自分で帰れますよ。忙しいですよね。これ本社に行かなきゃいけない。あ、マジですか。どうしたん？今犯罪者の人引いちゃった、間違えて。とりあえず自衛しとけば大丈夫。ウェスカーの件伝えた？ヤラダオ君乗って。ありがとうございます。メキラさん、何か危ないことがあったりしても言ってくれ。これ誰？やっべえ、こんな弱いなったの。弱くねえ、強いぞ。誰に？二人で来たからな。俺キャプテンがギャングスクーターで入る気だったのに。ま、病院で。マンゴくん、ラダオくん、プギミツ持てるから。ラダオくん。はいはい。今メキーラさんが犯罪者に誘拐されたらしい。あー、まずい。それまずいね。まずいな。マジで悪いな。今日30分の車。はい、よろしく。メキーラさん。あ、死んだ。救急隊は死んだけど。今あのメキーラさんのところ警官向かってるんで。20分でします。ありがとうラダオくん。いやこれはまずいね。どうしようか。ラダオくんどういう？多分現場にいなくて、多分ダウンされた後にそのまんま拉致られてると思うんですよね。なるほど。キーラさんが運転中にそのユニオンの犯人を引いちゃって。うん。ああ。それで今あのダウン誘拐されてあの殺されちゃったんですよね。あ、なるほど。その後に拉致られちゃって行方が分かんないんですよ。ダウン殺されて、そっか、誘拐されてんのか今。ダウン。そう。場所場所、プリズンおそらくにいる。なるほど。メキラさん。あ、メキラさんいた？でもまだギャングがめちゃくちゃいる。了解。ギャングがプリズンにめちゃくちゃいるらしい。安全第一で。一旦落ち着いたから俺もそっちに行く。アンブレラが何人か見えたんですが。ああ、その中にヤルミの姿も。そりゃまああるだろうな。どんな気持ちで見てんだ。たっく、全部対応します。レン、どうした？あ、もしもし、赤木。ああ。今さ、キラさんの件で、あの、プリズン前にアンブレラといるんだけど、ああ。さ、一回プリズンさ、来てもらっても大丈夫？あの、キラさんの件で、今、あの、犯罪者に、1億円払うって言ってんだけど、ああ。それは違うなって話で、今、上司だけ残ってるんだよ、警察も。了解。もう、ついてるから行くよ。あ、オッケー。ああ。1億で飲むぞっていう流れね。そうだ。メキーラさん、来たぞ救急隊な。一応1億っていう額は一旦置いといてもらって、救急隊で警察で揉んで、これメキーラさんというより救急隊みんなの改めないといけない姿勢だと思うから。いや別にそれはこの後にやってもらえればいいんじゃないか。そうだから、それ今関係あるか。今は起きたことに対するこっちのムーブをしてるんだぞ。なるほど。わかるか。もう起きちまったんだよ。まあ、うん、警察も闇医者に引かれて殺されたらどうする？プレイヤー殺人で切るだろう。うん、それは捕まえに行くよね。そしたらこっちもやられたらこっちもけじめをつけなくちゃいけない。なるほど。まあそれで言ったら法でやるならお互い切り合うっていうのが一番丸いけどな。それを言うんだったら切り合う。そう、メキーラさんにも切るし、ハンクにも、あ、このタルにも切るしみたいな。いや別に私がやったことに対する罪状を切るななんて一言も言ってないぞ。捕まえてくれて全然いいぞ、もちろん。やったことはやったことだ。だからこっちもけじめをつけるんだ、うん、やられたことに対するな。つまりどういう要求をしてるんだ。聞いたこと自体はこちらが悪いと思ってるよ、俺はな。人を引いたんだから。そうだな、それでごめんなさい、許します。ギャングってなんだ。だから誘拐して殺そうとしたのか。殺そうとした？いや、けじめを取らせるんだよ。けじめってのはなんだ。今で言うと金だな。金ね。丸く収めるには。それに対して警官はどういうふうに言ってるんだ。
警察がそれを知っちゃった以上もう一回これ行けます止めるしかない俺らは、うん、止めるしかない。いや別に止まってもいいぞ。ちなみに一生狙われ続けるけどな。うん、まあそうなるね。ここで丸く収めたいんだったら自分でけじめをつけろっていう話だ。別に払いたくなければ別に払わなくていいぞ。ここですぐ収めたいか、ずっと続けるか選べっつってんだ。でメキーラさん的には払うって言ってんだよね。でそれで1億って今提示だったんでしょ。それでことが済むんだったら俺は払っていいと思ってるぞ。私もしたことはすごい悪いことだと思ってるので、俺はこれからもメキーラさんが狙われるっていうのだけは飲めない。いいんじゃないか。ああ、警察としては止めるしかないし、金額指定までとかいろいろやりたいけど、メキーラさんがそう言っちゃってるなら個人同士の示談で終わらせるしかないっていうのが正直なところ。そうだな、うん、今動けるんでレギオンならございます。それはまあそうだな、民事ってやつだね。これはそうだね、だから手も出せない。正直165番ですか。165、確かに受け取った。じゃあこれで終わりだ。そうだ、聞いたことに関してはすまなかったな。すいませんでした。まあ今後気をつけてくれ。受け取る中でも話したりとかもあると思うから。一旦病院帰ろう、メキーラさん。怖い思いしたな。すいません。謝ることじゃないよ。言いたことは良くなかったかもしれないけど、だからといってそれでこんなことをしていいっていう理由にならない。怖かったよな。何中に行こう。はい、大丈夫だったか。大丈夫ではないよ。メキラさん、はい、一旦お金は振り込ませてくれ。いらないです、私がやったことなので。いや、救急隊全体の責任でもあるし。いや、いらないです、本当にお願いします。そうもいかないんだ。はい、個人で終わらせるわけにはいかない。上の人とも話して、それで受け取らないって判断したらまたその時はもらうでいいか。一旦な。その時にで大丈夫です。わかった。はい、とりあえず警察の方でも対応進めますんで。ああ、はい、ミキラさん本当に気に病まなくていいんで。ミキラさん大丈夫。はい、大丈夫です、すいません。いや、こちらこそ何もできなくてごめんね。いえ、まあ、さっきの犯人は今追ってるから、今警察署員が、まあ、こちらも警官がいろいろ対応してくれようとしたのに、まあ示談で最終的には終わらせたから。でもメキラさんの安全が一番なんだ。ごめんな。まあそれはね、俺もそうだと思う。大丈夫？対応ありがとう。メキラさん大丈夫か。ごめんね、俺たち守ってくれようとしたのに。まあ、力になれんかったな。メキラさん何番？メキラさん何番？怖かったよね。怖かったね。これレッド。今じゃねえんだよ。今じゃねえ。メキラさんこっち。撃つぞ今。いや撃つぞ普通に。今じゃねえな。奥に行こう。奥に行こうか。はい。